鬼越トマホークの最終回ラジオ。鬼越トマホークの最終回ラジオ、第3回目始まりました。お疲れ様です。寝てんじゃねえか、おい。おい。2回目で1回遅れになってんだよ、お前が寝たからよ。りょうちゃんよ。りょうちゃん、起きろ。金ちゃん、まず俺に謝ってくれ。金ちゃん。何がラジオだからバレてないけど、うん、どうしたの、なんで足引きずってんのよ。いやちょっとね、正直20年ぶりぐらいですよ、ミートグッバイしました。肉離れ、はい、ミートグッバイしちゃいましたよ。おしゃれだね。いや今日ちょっと朝ね、久しぶり、今シーズン初よ、うん、あのトータルさんのさ、アフロモンキーズっていうあの野球チーム入ってて、金曜日の朝ね。トータルさんってあの息子使ってお金稼ごうとしてる人だ。言い方悪いな、おい。まあそうだね。ホーガンだっけ、まあ、ハルク君、ハルク君、才能すごいから今、めちゃくちゃ知ってるよ、もうヤング江原正宏。いやいや、もう何でもできるから、歌うまいし、演技もできるしな、うん、あとイケメンだしな、めちゃくちゃいい。お大村さんにあんま似てなくない、でもハルク。まあでも大村さんもめっちゃイケメンだから、あそこはすごいよ、本当。今ちょっとしわくちゃの、まあ、本当金玉みたいになってるけど、うん、近くで見るとね。でももともとめちゃくちゃイケメンだから、大村さんが。そう、まあまあまあ、その俺は横のジブラの方が顔好きだ。ジブラっていうのは、まあ、藤田さんのことも確かに似てるけどね。剣右でしょ、藤田。剣右でしょ、そう、剣助ね、うんうん、まあいいんだよ、その話は。とりあえずまあその野球行って、はいはいはい、ちょっと久々にもう10ヶ月ぶりが1年ぶり近いよ、もう野球やったのも、はあ、でやっぱそこでやっぱ走り出した瞬間、もう6回の表かな、守備やっててファーストでさ、うん、ファーストフライ後ろに上がって走り出した瞬間に左足からパーンって落としてマジで、あっ、もうその瞬間やったって思ったから、もう動けない、そこからめちゃくちゃ痛かった。勘弁してくださいよ、本当に。だから今もう本当、まあ、今日は本当にやってきて、まあ、今ラジオ撮ってるんだけど、うん、もう全く歩けない状態で、今日やっぱまあ群馬テレビのね、うん、まあ、収録もあったんですよ、うん、あったじゃない、あったね、うん、俺元気なかったでしょ、ずっと、ね、いや元気ないっていうか、なんか痛くてさ、うん、何もしてなくても痛いのよ、もうそれどころじゃなくて。俺なったことないんだよね、肉離れ。え、ない？じゃなんか芸人で例えてよ、肉離れを。どういうこと？分かりやすいように。芸人で例えて、うん、いや芸人で例えるってむずいな。どういう芸風なの、その筋肉を破壊する、どういう感じで破壊されるの？どういう破壊？いやもう本当にサンシャイン池崎さんみたいな破壊の仕方なのか、まあ、オズワルドみたいな。ザコシさんだよ、ザコシさん。あ、じゃあサンシャインさんみたいな。もうそっちもう一瞬で破壊される、マジで。ずっとじんわり痛いオズワルド方式じゃないってこと？でも今日ね、ちょっとね違和感はあったんだよね、正直。あの足が動かない、久しぶりだからさ、足動かないなとか、うん、ストレッチちょっと軽くした時、僕は硬えなみたいなあって、うんうんうん、で何回かそのファーストだからさ、ジャンプして2回取ったりとかしてて、なんか、うん、ちょっと怪しいなみたいなって、気をつけなきゃなと思ってた、その矢先。前触れはあって、あったね、リアルに。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかんちゃちゃんちゃんはあったってことね、うん、その前触れ、それを前触れというのか分かんない。前触れでしょ、あれ、前振りっていうか。うん、それでもう、チェッキシャーってなっちゃったね、もう走り出した瞬間に。走り出した瞬間にね。小梅さんみたいなことか、いやいや、あの、そうそう、肉離れって、ちょっと嫌だな嫌だなみたいなのあるんだ。ちょっとあってね、でチッキショーでバチンっていった。うわ、今どう思ってんの？え、チッキショーと思ってるよ、それは。あ、違う言葉欲しかったな。そこの振りじゃなかった、違う言葉欲しかったな。分かんねえな、ちょっと面白くなくなってるね、肉離れになってから。いやいやいや、俺の金ちゃんってめっちゃ面白かった。今日だけだから。ミートグッバイマジ面白かったけど。いや、じゃあさっきまで面白かったでしょ、別に、うん、いいんだよ。でまあ、とりあえず、まあ、そう肉離れになっちゃったけど、はいはい、まあ、ラジオはできるからね。ラジオできますから、ちょっと頑張っていきましょうよ。あ、まあ、前回は体もね、うん、まあ、前回は、我々の NSC に入った時の話、謎の男 J の話で終わったんですけど、誰も引き、まあ、興味ないよあんなの、お前。結局今残ってる主要人物との出会いを言って、ね、まあ、確かにね、まあ、だ今残ってるのでニューヨーク、デニス、マテンロウ、なっちゃん、おかず、ヒロチョ、ヒロチョ、チーム近藤、最近だとエブリバディ、ね、あ、エブリバディね、すごいよエブリバディが。あと星野ディスコね、星野ディスコ、ハーパー、パーパーか、パーパー、星野ディスコ、ハーパーはもうさ、ハーパーあれだね、うん、IW ハーパーや、それ。星野ディスコとか、まあ、いっぱいいるけど、
トータル、まあ、あとビスケッティとか、あビスケッティもいる。で手乗りタイガーが解散しちゃったね。あ手乗りタイガー解散しちゃった。まあでも水木はもうレスラーとして、まあ、俺もそれでいいと思うけど、ね、ウラジはプロの紐だから、うん、詳しい。12年前から紐だからね彼、まあ、村淳之介はね多分まあいくらでも渡り鳥で生きていけますよ。それはこの世に女さえいけば、女さえいればね、うん、あとは相席スタートの K さんの旦那の立川ダンス、まあ、その時はもうすぐるね。そうあれも同期の同じクラスですから、うん、だから1A よ。だからそれで言ったら俺は星野ディスコと俺とあと1組から6組だっけ、まあ、1組から6組まであって一応なんか、まあ、大体 ABCD ぐらいかな、ね、1組から6組でなんかその中でも A から E ぐらいまで ABCDEFF ぐらいまで、うん、なんか特殊だね。だから1組何番、な何番 1の A47 番俺はね。何番2の B36 番と うん、その辺だったけど、ね、リアルな話これ願書を出した順だから、うん、まあ、熱意があるやつが1組ね。そう、あの真面目なやつが1の方なんだね、うん、でも1組が一番面白くないんだよ な。 いやそうなんだ。熱意あるから、熱意あって真面目なやつ面白いやついないから、うん、願書とかもさブルブル震えながら出しに行ってさ。だ俺 と1組 A1 番が一番つまんないもんね。だから誰だったんだけど覚えてない。俺も覚えてないけど本当星野くんも最初はもう、まあ、ダンスぐらい変な人だったからね。まあだから笑福亭鶴瓶さんの番組に田舎に泊まろうかなんかに前出てて子供の頃ね、で将来お笑いやりたいんですみたいな、なんかあそれかその時誰かが泊まりに来てその時にまあ触れ合ったのでお笑い芸人目指そうと思ったのか。だから星野くんの特集があって在学中 に、うん、で星野くんネタやるってなったけど今はめちゃくちゃ面白いコントやってるけど、うん、当時はねパフューム歌うだけのね。そうパフューム歌って踊るだけっていうのでそうダンス踊って何これみたいな感じだったの。なんかリアルな話。あとおとなしいから俺あんま知らなかったもんね。本当におとなしいね。やっぱ800人いたから。そうだから星野くんっていう名前もちろん知ってたし見てたしなんとなくいるなってことだよね、うん、クラスも一緒だったけど、うん、まあ、まさかこんな感じになるとは思わなかったね。確かに、まあ、主要人物でいうと僕は最初に今残ってる主要人物で初めてもう友達というか、まあ、NSC で金ちゃん以外で初めて友達になったのもうケイズですよ。あカズね、うん、カズボね、カズボウことキモキモマンこと、ニューヨーク嶋佐嶋佐ドミネーターカズやね。ロングトークボーイね。ロングトークボーイミスター仮想通貨ミスター仮想通貨ね。仮想トークね。仮想トークいや実体がないじゃん彼のトークは。仮想トークそうファントムトークね。ファントムトークねステルストークね、カズボそうね。だからカズボウはりょうちゃんも出会い早かったでしょ。カズボウってめちゃくちゃいいやつだから。いや確かにな。そうニューヨークは嫌なやつよ。ニューヨークっていう存在はね。でもカズボウ単体ではただのプュアボーイ。えクラス一緒だったっけ。クラス一緒で俺もこんな見た目だから誰も話しかけてこなかった。ちょっと怖いじゃん、怖いよ。しかも黒いジャージでさ喋って春高岩のさ T シャツ着てさ喋ったらこんな声高いからさ、うん、今は慣れたけど最初すげえ怖かった。あと喋んなかったしね人見知りだから。あそう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 。で結局1ヶ月ぐらい誰とも喋んなくて、うん、で初めて授業とかも最初みんなね、うんみんな尖ってるから無言で受けるんだよね。で絶対他の人がネタするときは笑わない。笑わないもう一切笑いませんもん。ネタ見せの授業もボイストレーニングとかダンスとかもあるけど、もうまあ軍隊みたいなもんね。体動かす授業はもうそうね。めちゃくちゃしんどいもんね。自衛隊だよねほぼね。自衛隊、うん、腕立てとかねやらされたりめちゃくちゃやってでそれでねどこで出会ったの。授業受けてそれちょっと聞きたいけど授業受けてさ、うん、ただ帰るだけだったじゃん、うん、もうあと先輩も厳しいし、うん首にされるからさタムロしてあげて、まあね、で結局授業終わって、うん、あ今日もじゃあ俺は元ヤタとか住んでたんだけど、うん、あ元ヤタ帰るかと思ったら俺の春高岩の T シャツを見てカズが、うんうん、かっこいい T シャツ着てるねっつって、ああそこで初めてカズが登場した、うん、プロレス俺もプロレス好きなんだよ好きだからね、うん、カズもめっちゃプロレス好きだから、うんうん、でなんか一緒にちょっとご飯行かないじゃないけどその時2人で行ったの。みんなで行ったの。2人で結構カズは
いたね。みんな引き連れてたから2組のさあの集団いたよね、うん、あのカズってすごいのがカズってすごい身長ちっちゃいじゃん、うん、カズ身長ちっちゃい3人ぐらいの小僧みたいな引き連れてたから最初そのリーダー的な存在だった、ね、そうそうそう、ちびっこ、ちびっこギャングみたいな感じだったカズが、カズ2、3人なんかめっちゃ優しい、あ、ちょっとデクノボーみたいな子知らない、浅野くんっていうなんか、あ、俺それ知らないな、浅野くんは。カズはすごいでっかい子と、あとちっちゃい2人ぐらいの友達引き連れて、引き連れてって、あの自然とね、仲いい感じで、うん、確かにね。で、普通に俺に話しかけてくれて、うん、ちょっとご飯というか、そのファミレス行こうよみたいな、みんなファミレスで交流してたじゃん。そうね、神保町でたむろってたりすると怒られるし、クビにされるから、水道橋のね、ガスト行って、でみんなでだべったりね。で1組の金ちゃんは先に授業終わってたから、そう番号順に授業受けるからね。1組が10時からやって、うん、2組がもう11時10分とか、そう70分ぐらいだよね、うん、70分で、だから俺らは先に終わってファミレスいるわけ、そうで他のクラスが、またそこに合流してくるみたいな。だから最初に俺らはもう真面目クラスだから、うん、もうみんな本当つまんないやつらばっか集まってファミレスで、ご飯食べてて、そこにその後りょうちゃんとかカズのグループが来てで、そこでさ、もうあれガストからしたら迷惑だよね。山盛りポテトフライで8時間ぐらいいるわけだから。いやいや、マジでドリンクバーと山盛りポテトフライで8時間いたよね。めちゃくちゃにらまれてたよ、あのベトナム人のさ、あの可愛らしいさフロアの人がいたじゃん、あんなに接客のいいさ、あのベトナムの子がさ、やっぱ舌打ちとかしたもんね。山盛りポテトフライしか頼まないから俺ら、金がないからね。そうで、なんとか腹を満たしたいから、でめちゃめちゃケチャップとあのマヨネーズだけ追加してさ、あれで今金取られるんじゃなかったっけ、マヨネーズとか。多分そう、あの頃はもう11年前ぐらいは無料だよ、無料、だからもう山盛りポテト食いまくった後、なんか安いピザ300円ぐらいのピザあったのね。山盛りポテト追加とかしてたもんな。それで本当に8時間9時間ぐらいもう本当にたわいもない話してね、うん、それでその後あのネタを練習するってなったら、その近くの東京ドームの裏の公園行ってね、後楽園の公園ね、でやった。でそこでカズと初めて出会って仲良くなって、組もうってはなんなかったの。いやカズとそういう話も一回もないの。ないね。まあそう、恥ずかしくてさ、組もうって最初言えないじゃん。え、一番最初に誰に組もうって言ったの。金ちゃんじゃない。え、俺一番最初俺じゃないでしょ。俺金ちゃんだよ。自分で組みたかったのね。組もうとはなんか言われたことあるでしょ。なんかやるみたいなのあるじゃん。ああ、分かるよ。そのお互いその乱交パーティーだもんさ、NAC って。本当にそうだね。なんかちょっとあっちにスペース、あ、ネタ見せの場所あるけどやるみたいな。ちょっと一回肌重ねるみたいなね。それあるんだよな。でも濃厚にパートナーになるって結構。いや、確かにしっかりとやりますってなると、うん、ちょっといろんなね、どんな男好きなの見て分かんないけどさ、そういうコンパ的なさノリがあって、俺は意外と好きなのみたいな。意外とこう見えて計画性があったから、うん、インパクトがあるのがいいなって思って、金ちゃんしかで、カズってやっぱインパクトはないじゃん。まあだからカズの面白さってだって後半じゃない、みんな気づいて。カズってやっぱスルメタイプなんだよね。そうその噛めば噛むほどで、一発目にゴンってこなくて、噛んでるうちにあれカズおもろいぞってなってくるっていう。今でこそカズは、うん、あのニューヨーク島さんになったけど、うん、みんながね、みんなに可愛がられるし面白いとされるね、うん、トークは面白くないけど、あの、まあ最初カズ、まあ、っていうの最初カズって変なやつとして認知されたから、うん、ライガーのモノマネだから。確かにね。でめちゃくちゃその目も離れてたじゃん、そうそう当時から。まあね。でライガーのモノマネしちゃう、うん、おいみたいな、お面かぶって、うん、で変なことやる、でおもろいやつだなってなってたんだけど、だからその正統派のコントとか漫才とかじゃなかったの、うん、で屋敷と組んで初めてニューヨークになったけど、その前はキューティクルっていう色物コンビ、うん、まあ、相方の有馬っていう、ね、あの元警察官のね、鹿児島の警察官の、元警察官だけどちょっとお調子者、うん、で元警察官なのにバイトキャバクラのボーイやってるみたいな。で、まあ、ツッコミでやってて、でそれがカズがボケてウケるっていうか、その有馬がお調子者でさ、まあなんかペースターみたいなのに言ってたじゃん、カズがパラダイスみたいな芸風だったじゃん。そうだね、あれなんだよね、うん、サマーズの大竹さんみたいなボケ方だったの、そのカズがね、ひょうひょうとちょっとボケてって、うん、それに対して過剰なリアクションでなんかウケを
なんかまあ取るみたいな。確かに。でもカズの雰囲気ボケってやっぱクスクスってみんな笑ってたのやっぱり。カズ実はめっちゃ面白いんじゃないかっていうマニア向けの人間だったから。確かにね。だからその当時のカズってやっぱ人気者っていうわけではなかったね、うん、ちょっとやっぱ知る人ぞ知るなんか名店みたいな。でもだからこれはまあ屋敷との出会いをまたちょっとあのね後で語るけど、カズを発見したのが屋敷だから、その屋敷が前の東京ナイトフィーバーってコンビを喧嘩で別れして解散して、うん、じゃあもう新しい相方を探すってなって、屋敷は4組か5組でしょ。5組ぐらいじゃない5組後半かな、うん、屋敷がなぜか1組の授業から6組だっけ7組だっけ6組ぐらいかな、6組ぐらいの授業まで一日中見学してたんだよね。 それでカズを発見したんだよね。そうだからリアルに彼だと思って、そう屋敷って東京ナイトフィーバーっていうコンビですごい評価されそうで、うんうん、でその北谷っていう相方が、ね、いて面白かった、ね、そいつもめちゃくちゃ面白かった、面白かったよね。で東京ナイトフィーバー面白いってなって選抜とかも結構入ってたんだけど、うん、急にあのモリエール、シアターモリエールであのライブやりますっていう時にあの相方の北谷ってやつが来なくて、で俺初めてその屋敷が切れてるとこ見たわけ。屋敷って人に怒んないから、ね、怒んない。で本当にそれが最初で最後なんだけど、うん、もう自販機の前で、で本当北谷が15分前ぐらいに来たのライブので、お何してんねんおいみたいな、いやごめんごめんみたいな、本当にもう仲悪い感じで、ふざけんなよマジでよみたいな。で屋敷が本当切れてて、本当にいやマジマジ、あの屋敷がおいみたいな、なんでも遅いやろお前なつって、ふざけんなマジでおいって、で本当に怒鳴り、ちょっと怒鳴り合いぐらいになってたの。屋敷王様ゲームやろやとしか言わない屋敷が、その屋敷じゃない、それはもうミッドナイト屋敷でしょ、それミッドナイト屋敷でしょ、それはミッドナイト競輪みたいな。普通ミッドナイト屋敷で無観客でも王様ゲーム やりたがるもんね、脱ぎたがるやつ。屋敷がその時いなかったもん、もうプンプンだった屋敷が。怒んないからね彼は、怒んないから、もう本当に屋敷で優しい、まあ、優しいっつうか優しくないんで、人に興味ないから、人に興味ないから怒んないのよ。でそこで、まあ、その日に、うん、東京ナイトフィーバーが解散になって、で屋敷がお前あいつらおもろかったなってなったら、次の日から本当に1組の、俺らがネタ見せするやつに見学に来たわけで、いないよねめったに。そう他のクラスに、まあ、自由に見学行けるんだけど、まあ、ちょっと他のクラスってなんか敵感あったじゃない。うん、1、2組だけちょっとね同盟結んでるとか、しかも俺らが1組2組だからさ朝早いんだよね、授業が。で後半のクラスとね、夕方とかだから、ね、5時間ぐらい違うんだね。ある。で そこら辺、まあ、それぐらい時間違うんだけど、朝からもうさ、何か何でも鑑定団の中島清之助みたいな顔して、本当にもう品定めする感じね。そうそう、もう必死だったもんねあいつも。そうそうなんだよ。で多分解散したのが本当にまあ冬前、いやもっとかな、10月とかかな、11月ぐらいかな、まあ、ライブ始まってからだから10月か11月、11月ぐらいか。でニューヨークで、まあ、俺らの中でね、いや東京ナイトフィーバー面白かったのになって言ってて、屋敷終わったなみたいな、終わったなみたいな勝手にね、そういう話をしてて、そしたら屋敷はもう毎日のように見に来たわけ、1組から。で屋敷見に来てんなと思って、でちょっと毎日見に来たところで全員のネタ見れないからね、まあ、そうそうそう、1日7組ぐらいしかネタできないから、うん、で終わったなとか思ってたら急に、まあ、嶋佐と組んで、で最後の本当にちょっと評価されてたけど、東京大オーディションで2位かなんか入ったんだよね、うん、でだからニューヨーク入ったんだみたいな、ギリギリだよね、ギリギリね。1年で言ったら本当俺らは1年がほぼ組んだけど、最後の3、4ヶ月ぐらいね、多分評2、3月ぐらいだよね、評価された。そう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 。でも本当に屋敷が見つけたんだもんね、カズは。そうだね、カズはだからいまだに屋敷にピンときてないもんね。だから屋敷のありがたみあんま分かってないもんな、まあ、だからその、うん、屋敷はネズミ講の幹部で、うん、カズはもう末端のそのなんつったんだろう、そう動かされてるやつで、多分何も分かってないの、カズはね。そうカズってすごいじゃん、やっぱ屋敷末端の信者だから、屋敷が頑張って売れた部分もあるじゃん、ニューヨークって。でも屋敷への感謝なんか1ミリもないもんね、マジで。まあまあ、いやでも、まあ、カズもすごい頑張ってはいるよ、うん、カズはね、うん、カズ演技うまいから、ね、演技もうまいし、であと、まあ、りょうちゃんとはさ飲んだりしてちょっとまあ文句言うかもしれないけど、うん、仲はいいけど、基本的にニューヨークお互いからそこまで悪口聞いたことないじゃん。まあまあまあ、まあ、うん、でカズって本当さ、本当浅野忠信のパチモノみたいな雰囲気、いやだからそう、雰囲気芸人だったじゃん、あれなんだよ、大物感は上がったの、うん、あのそう全然売れてないけど夢だけ語りたがる俳優みたいな、そ飲んだ時とかさ。でカズすごいのがさ、ネタ中大きく見えるじゃん、なんか、うん、いや、まあ、演技うまいからね。でネタ、はい、どうもありがとうございましたって言ってさ、近く来たらさ150ぐらいしかないから。おかわりないよりちっちゃかったもん、ね、
数はもうオカリナよりちっちゃいし、オカリナがやっぱ下見て喋ってたもんね。オカリナより目離れてるし、うん、数はいやでもやっぱ数で愛嬌あるじゃん、めちゃくちゃ。そうだから人懐っこいからいろんな人に話しかけて嫌味ない感じでね、友達を増やしていった感じ。どちらかといったらなんかカズは話しかけやすかったけど、屋敷の方が俺は尖ってて話しかけづらかったよね最初はね。なんかちょっと関西弁だしさ。そんなに俺別に在学中屋敷と話したことはなかったな。なかった。だからその時は俺屋敷怖かったな、なんかピリピリしてて。あの結局さ、 1,2 組は同盟組んでたけど他の組を敵だと思ってたじゃん。思ってたね、うん、でやっぱ 3,4 組からも女がいたから。そうだから全クラス女芸人が、女の子が3組に、ね、まあ、集められて。そうそうそう。でそう3組にいたのが摩天楼とかなんだよね。そうそうそう。確かね。で俺らはさ 1,2 組はさ、それで先輩も厳しいし吉本の社員も厳しいからさ、もう NSC から早く出ていかなきゃいけないけど、うん、その後の女がさ、なんか授業の準備してるとこの匂いを嗅いでさ、うん、その後さトイレでしこってたわけじゃない。まあだから本当に1、2組は童貞クラスだね。本当にマジで工業高校、工業愛かバレーボーイズみたいな感じで、うん、1、2組は、ね、で3組には女いるんだいいなみたいな。でその女のクラスでブイブイ言わしてネタでも笑い取って王様だったのが本当に摩天楼だよ。摩天楼ブラックリスト当時、まあ、当時ブラックリスト。しかもオートニーがねすごかったからね。やっぱあのやっぱアントニーを従えてたから。あ確かに。その完全にそのオートニーがいて後ろにアントニーがミスターポポがね、うん、ミスターポポとしてアントニーがいて。あれポポは誰に従ってんだっけ。あれポポは神様じゃないの。あれ神様じゃなかったっ。神様がだからオートニーだ。オートニーでポポで、ポポがアントニーでしょ。そうポポアントニー、うん、もうその状況よ。でまあなんつうんだろう、いろいろね噂が入ってくるわけよ、うん、なんか変な話3組の女となんか他の男の連中が付き合ってるみたいなね。付き合ってるとか、まあ、この間なんか王様ゲームやっていやらしいことしたらしいよみたいな、そういうのがもう俺らあるわけよ。俺ら腹割ったにえくり返ってたんだから。本当に可愛い子いるからね。実は NSC っているから、全然いるから。全然面白くないんだよ。で面白くないけど興味本位で入って、そうそうそう、しかも同期とかにめちゃくちゃやられちゃうんだよね。そうそうそう、やられる子がいるのよ。毎年毎年いるから、本当に毎年出てくるから、うん、でそういうのも指くわえて見てるのが 1,2 組もう俺らみたいな。本当に、ね、完全に俺らもう童貞の工業高校で体格いいね、1,2 組めちゃくちゃ体格良かった。でみんな刈り上げててモテないんだよね。モテない本当に。で山盛りポテトフライ非常に好きだから、好き。3組とかはちょっとおしゃれなやつとかもいて、女の本当に女とファミレス行ったりと か, なんか女の家行ったりとか、ブラックリストを中心に何か何だっけ昔電気ブランとかじゃない。そう電気ブランとかな。大学お笑いなんかめっちゃ漫才うまいやつが褒め称えられるから ね経験者がすげえ褒められるわけよ。でブラックリストも大学でお笑いやってないけど待てんのね当時ね。まあいろんな大会とかにライブとか出てたのよ。で優勝したりしてたからちょっと経験してたんだよね。そうそう。だから本当に今分かりやすく言うとそのラフレグラーの西村みたいなやついっぱいいる感じだよね。もううまいやつね。コットンか。コットンうまくてなんかなんとかなんかひょうきんな、まあ、M1 の甲子園で優勝したあの屍っていうやつ、芝風か。そう屍で、まあ、入ってきて芝風に変えたんだけど、ね、そういうやつらもいて、まあ、俺らもずっと劣等感でやってたもんね。モテないし金もないし、そうマジで俺服出す、マジで服ダサかったからね俺ら。今もダサいんだけど、さらこれよりダサ、俺らよくめっちゃ服ダサいなって言われるけど、これよりダサかったから。こんなレベルじゃないもんね。マジで。俺らと屋敷ね。そうだね。屋敷やっぱもうコンビニの T シャツ着てたもん、ね。ファミリーマートのヒートテックみたいなの着てた、ね。そう。ヒートテック1枚で着てたから。あと水色のジャージね。なんか大昔の金八先生の体育教師が着るような。それでライブでした、ね。ライブでした。舞台も出てたわ。そうで俺らはなもうめちゃくちゃダサい、もう革ジャン着て、革ジャン、俺革ジャンも浜田さんに好きだったからさ、もうスカジャンと革ジャン着てさ、で亮ちゃんはもう和柄、松本さんに憧れてた和柄だよね。和柄のね、でしかもダボダボのね、ダボダボの和柄ね。あとクレイジービーのさ、クルイバチね。そうクルイバチの T シャツね、キッドさんのやってた。そうそう、うん、大好きだったからさ、確かに山本キッドがやってて、でその後に、まあ、デニスとかが、まあ、8月9月ぐらいで M1 でこう、デニスはおしゃれだったし怖かったからね。北斗の拳だったもんね。ノブ君もやばかったもんね。ノブ君も鈴木正幸に憧れてたからさ、そうそうそう、真っ黒ヒサロ行ってもうヒゲバー生えて、
でもうびっしり髪決めて本当どっちがハーフか分かんないぐらいのレベルだった。それで俺らもデニスやばいコンビだと思ってたけど、ネタ見せしてすぐ作家さんに松下っつって、お前ハーフと組んでてお前がハーフに寄せてどうすんだツッコミのってめちゃめちゃ怒られてた、ね、ですぐあの肌まあ、ヒサロ行くの禁止されて、もっと相方引き立てろっつって、で今の柔らかい見た目になってたんでね、うん、その当時はもうゴリッゴリのもうマジやんちゃ系のギャル男だよね。まあそうだね、言ったらもうサイバーエージェントの社員いるじゃんあれを真っ黒にしてみたいな、海と家の店員だよね本当に。そんな感じだったね。だからノブ君も怖かったけど中身はめっちゃ優しくて仲良くなって、ね、で屋敷もなんかお笑い好きのイライラしてるやつみたいな、今はもうこう、いやいや今ってほんとただの優しい、ね、おちんちん芸人じゃん、うん、おちんちん大好き芸人じゃん、ね、性欲だもんね、うん、性欲ね、性欲、うん、忘れてたわ、ミスターおちんちんだから。で昔ちょっとなんか不機嫌って、まあ、みんな松本さんに憧れてる感じ、昔の松本さんにさ、うん、だから結構尖ってたね、うん、あの当時は、うん、あでなっちゃんとかもさあ、なっちゃんもいたね、だから高卒で入ってきて18歳だよ、もう今より顔でかかったからね、もう顔なんかもうほんとでかかったよ、ね、でもね、いいあの今はある意味強いなっちゃんじゃん正直、うん、小池百合子みたいな、うん、昔素朴なもうほんと田舎の可愛らしい 部活とかやってた子みたいな感じだったよね。確かにね、だから一生懸命こう出て、まあ、あの田舎から出てきて、それ一人コント、今と芸風変わんないんだけど、うん、内容が今より全然なんていうんだろう、シュールだった、できてなくて、うん、ただ一人でなんかその主婦のモノマネするとか、そうそう18歳で、ね、そういうのをやってて、まあなんかネタはすごい演技力はあるけど面白いとは言われなかった、そうそう受けてはなかったんだよね、でその当時は。今はなっちゃんは多分すごい見下してるかもしれないけど、チーム近藤が無敵だったから、無敵じゃ、これはね、水曜日のダウンタウンでも、そうそう消えた天才ね、消えた天才で、もう消えたもんね、一応ね、いまだに親の金でお笑いやってるからね、そうそうそう、うん、12年間かかんない、そのチーム近藤になっちゃんはアドバイスもらってたから、本当に近藤さんどうすればいいですか、確かに。でもまあ、なっちゃんもその言ったら在学中ぐらいに音楽の先生をね、1年目ぐらいか、1年目音楽の先生で、そっからもう今すごいよ、一言も噛まないんだから、まあ、すごい、コロッケさんにモノマネグランプリから勝ったんだよね、 それでブレイクして、でも本当に今でこそね、もう金ちゃんが子供生まれるってなったら、あんた変なことしたら私が許さないからね、だけど、うん、昔はさ、なっちゃんさ、もうオレンジって鍋とかさ、 あと甘いもんとか一緒に食いって、スイパラとか言ってたじゃん、言ってた、みんな言ってたね、そう、でもう一口ケーキ食べたけど、もうほみしい、こんなもん、こんな美味しいものが世界にあるのみたいなさ、あの、ね、本当に田舎の可愛い子だから、まあ、何も東京のこと分かってないね感じで、酒井くんありがとう、俺スイーツパラダイス夏子におごってたんだから、なぜか知らないけど、りょうちゃんってあれだね、男に厳しいが女にめちゃくちゃ優しいもんね、優しいよ、あの女芸人にめっちゃ優しいのよ、めちゃくちゃごちそうしたりで、女芸人とかと一緒にいたんだよ結構、なっちゃんもそうだし、あと翔子とかさ、うん、はいはいはい、あとキミキミ、ね、キミキミ声優の結構、小山キミコっていう、うん、結構有名な声優さんらしいからね、で家に女の子の芸人とかして、ね、あと春香ね、春香、そうそうそう、あれすごいね、だって男一人で女の子二人いたりとかしたでしょ、だって、うん、別に何もなくさ、だ今も俺全然俺 K さんと渚さんと納言のみゆきと俺とかで飲んだりするからね、コロナ前は中身女の子だからね、もう乙女だもんね言ったら、全然だ、意外と K さんの俺、ね、K さんの射程だからね今ほぼK さんの射程なんだ、うん、K さんの下なんだ、そうそうそう、そう、だからそういうのあって NSC で、まあ、リアルな話、まあヒロチョとかも、まあヒロチョも知らなかったな、ね、ほぼハイダンサー、ハイダンサーで2、ライブとかに出て選抜も1個ぐらい入ってたけど、うんうんうん、そこまでなんか目立ってる感じでもなくて、でもロマンティックおじいちゃんとかやってたんだよ、ね、その当時から知ってるヒロチョ、そう、その時からおじいちゃんなんだけど杖ついて、おじいちゃんがめちゃくちゃロマンティックなことを言うみたいなネタやってて、まだあんな自分を解放はしてなかった、してないね、でもやっぱもう在学中本当に衝撃なの、本当あれよ、まあ、アントニーとユキオだよ、もうその衝撃がずっと1年続いたんだから、確かに何やっても受けてたしな、でそのアントニーとユキオを追い越す形で後半おかずクラブが現れた、3人だったし最初、確かにね、だから最後やりすぎ工事のなんか、俺らの卒業スペシャルみたいなので3組出れるっていうのがあって、それに出たのが、おかずクラブとデニスとあと工藤純平深夜って言って、
千原兄弟さんみたいな、ね、感じだったんだよね。千原兄弟みたいな15歳でやってたんだね。だからもうその時多分中卒かなんかで、うん、まあ高校行ってたのか行ってないのか、兄貴と弟で組んで、ジュニアさんみたいな、弟が完全にジュニアさんの昔なんじゃないかみたいなね。そうでちょっとその尖っててさ、その大喜利聞いた返しとかでもめっちゃ面白くてね、面白かったね。でそれがあったからなんかその3組が行くのかなみたいな感じだったけど、まあ、おかずクラブも一人抜けて工藤純平深夜も解散して、おかずクラブはもう本当にあもうついに新しい森三中、ね、森三中が来たみたいになった、ね、ネクスト森三中って呼ばれてたけど、まあ、結果的には売れたけどさ、売れたよ。でもやっぱ、うん、あの時個性あるなとか思ったり、選抜みたいなの残ってるやつは、まあ、全員残ってる、全員残ってる。でそんなさ、まあ、レベル高い NSC15 期で結局卒業オーディションで1位だったのはなんてコンビだったっけ、金ちゃん、りょうちゃん聞かせてもらっていい、金ちゃんから聞きたいな。りょうちゃんの口から聞かせてもらっていい、金ちゃんから、じゃんけんじゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、まあ金ちゃん負けました。鬼ですね、鬼つきます。最初の文字に鬼の次何だと思う、鬼滅のトマホーク刃でしょ。いろいろ合わせたってわけわからないで、まあ我々も鬼のトマホークは一応主席で卒業させていただきました。努力してたからあの時、信じがたいぐらい、マジで寝てない、寝ないでさ、うん、ネタ見せ言ってたもんね。だって俺らあの時さ、なんかたまたま卒業大王賞1位とかになってたけど、あの当然だと思ってたもんね。当然だと思って、まあ、マジで毎日ネタ作ってたから、驚いたとかじゃなくて、卒業大オーディションのもうトリが俺らとネタ、うん、もう順が、うん、で大体ネタ順ってそれまでの実績とかで決められるわけで、一番受けたわけで、まあ、まあ受けるのも当たり前だろうなみたいな感じだったんだよね。だってあの本当にニューヨークとかより全然努力してたし、ね、いや知ってた、もうだってもう今はさ、デニスが信じられないぐらい努力してるけど、デニスが一番努力してなかったね、あの時はね、一本のネタでめちゃくちゃ受けて M1 も言ってたから、なんでこんなにネタできなくなっちゃったのかなっていう。だってあのマジであの NSC の1年は金ちゃんがもう俺 鬼軍曹だったの、ね、マジで、ね、今はね自分からサボるけど、うん、こいつは仕事も辞めてきてるから、りょうちゃん俺仕事辞めてきてるから、うん、もう本気なんだよっつって、うん、もうネタ見せの授業は毎回新ネタで、うん、で絶対にサボらないとこうっつって、うん、で1回だけネタができずに、うん、今日はもう無理だって時も2人でね、もうちょっと涙流しそうになるぐらい直前までね、うん、いや今日はネタできないから今日はちょっと体調悪いことにして、まあでも、まあでも本当、まあ、今日だけなっつって、じゃりょうちゃん体調悪いっつって休んでくれっつって、俺だけ出るって言って俺だけ出席して、そうだ俺休まされたんだ、休んで、そしたら、まあ、その時長峰先生っていう先生だったんだけど、 あれお前鬼は今日ネタやんないのとかって言われて、あちょっと、まあ、酒井があのちょっと体調悪くてみたいな、お前ネタできなかったんだろうみたいなこと言われて、いやいやそんなことないですみたいな言って、そしたらお前らやり方うめえよなって言われて、なんとかネタやんないと選抜落ちちゃうね基本的に。ああそうだ、そうそうそう、長峰先生がの授業が一番ね、そう俺らの一応まあ恩師ですよ、うん、でもその時ランママとかもやってて、うん、結構ちゃんと評価されてる作家さんという、ね、あるある大辞典とかね、あまあいろいろ問題があって多分やめさせられちゃったらしいけどね。え納豆の構造ですか、納豆の構造なんか、そうそう、でも長峰先生は会いたいね、お世話になったからね、うん、だからね長峰先生じゃなかったら俺ら今は存在しないんだよ、本当に本当そう、あの人のおかげで、まあ、ネタが10本ぐらい在学中できて、ね、そのうち4本で俺ら今回してるから、うん、今現役だから、うん、俺らのネタそれすごいよ。一昨日昨日か無限大出たけど、卒業大オーディションでやったネタやってるからマジで何なんだろう、あの時それはそうめっちゃ頑張ってたんだけどな、あのめちゃめちゃ努力してたから、なぜか知らないけどマジでそうだったね、まあ、ちょっとあの時の努力をちょっと思い出さなきゃダメだね、ダメだよ、まあ、あの M1 にあの熱で臨まないと、まあ、確かに今もう昔はだってサイゼリアに夜19時ぐらいから集まって7時に行ってそこからネタ考えて5時までやってたから、そう5時までやって、あとそこの後できない、その後練習してたんだ、公園行ってそこから4時間ぐらい練習して、そのままバイクで NSC 行って朝10時のネタ見せやって、もう本当にもうボロボロになりながらね、もう眠い中家帰って寝るっていうその生活をずっとやってたから、面白いかどうか分かんないけど毎回新ネタで言ってたからやっぱ受けてたもん、そうあの長峰さんの授業で、なんかいいボケだけ、ね、ボケとかツッコミだけそこから取りゃいいやぐらいの感じでやってたから、そうそうそう、まあちょっとそういう昔話の NSC 時代の話をね今日は、あれ誰かと会った話してなんか
まあでも抜けてるような気がしない。ニューヨーク、いやニューヨーク、オカズクラブ、ナツコ、オカズクラブ、ナツコでデニスも行っちゃ、マテルもしたし、ヒロチョもしたし、まあ エブリバディは、まあ、久保ちゃんだけど、久保ちゃんはね、まあ、昔から同じことしてたから、もう12年間同じ芸風で、たまたまもう今回今あの時代が追いついたっていう、うん、なんかもっとね多分ね個性的なキャラいたからちょっと思い出したら、うん、またね話したいなと思います。小夏、あもう小夏は言えるじゃん、やるよ小夏ちゃんの話は。小夏って、うん、まあ小夏ですってめちゃくちゃウケてたよね、小夏。でもあれってやっぱ違うんだよね、受け方が、うちは笑いか、うん、さあということで、まあ我々のね、まあ、ラジオ3回目最終回ラジオ、はい、終わります。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。